今回の動画は我が家が備えている防災グッズの中から値下げされた商品3点と値上がりした商品12点をご紹介します。購入時価格と現在の価格を比較、勝手にランキングした内容となっております。これから備える方、買い替えを検討されている方の購入のヒントになれば幸いです。我が家がこの3年コツコツ備えてきた防災グッズですが、このご時世なんと値下がりしている商品がありました。備えがまだの方は逃さずチェックしてくださいね。 LED ランタン購入日2021年11月3800円、現在2024年4月3日2800円。部屋全体を明るくしてくれるパワーのあるランタンです。1000円も安くなっていました。追加購入という文字が頭に浮かびました。災害時の明かりは命にも関わる大事なものですよね。メガネの上から使用できる保護ゴーグル購入日2023年9月2172円現在2024年4月3日2135円。災害時の粉塵や豪雨から視界を守ってくれる、備えておきたい商品ですが、若干お安くなっていました。ほんの少しの値下がりでもありがたく感じる今日この頃。ガスボンベ発電機購入日2023年8月65,360円、現在2024年4月3日59,900円。現在クーポン利用でさらに1万円オフ。我が家が購入した価格より15,460円も安く購入できるようです。こんなに値下がりすることもあるんですね。天候不良でソーラーパネルが使用できない時、カセットガスボンベで発電できるので、これから悪天候が続く季節を前に備えておきたい防災グッズです。ウルトラライトエアーマット購入日2024年3月2970円、現在2024年4月3日3300円。値上げ率 11%。 避難所での音の問題はアルミシート以外にもエアーマットのきしむ音、それも神経質になりがちと聞き、買い替えのタイミングを探っていましたが、購入してわずか1ヶ月で値上がり。当地は人口密集地で避難所は利用できませんが、このエアーマットは専用の袋にコンパクトに収まるので、帰省の際に利用することもできると思い、購入しました。3M 使い捨て式防塵マスク購入日2021年3月2580円、現在2024年4月3日2910円。値上げ率 12%。 火山灰や瓦礫の粉塵から守ってくれる防塵マスクです。嫌な匂いもありません。岩谷カセットボンベ購入日2021年12月5,888円、現在2024年4月3日6,750円。値上げ率 14%。 カセットボンベはちょこちょこ買い足していますが、一時期岩谷製品が購入できないことも、今は安定して購入できるようですが、値上がりしましたね。折りたたみウォータータンク購入日2023年12月6,980円、現在2024年4月3日7,980円。値上げ率 14%。 過去に購入したウォータータンクの劣化が心配で、こちらのウォータータンクに買い替えました。狭い我が家の置き場所問題も解決、とてもコンパクトに収納できます。スタンド付きなので使いやすく、バケツとしても使えます。ポータブル電源
購入日2021年11月 59,800円、現在2024年4月3日 69,800円、値上げ率 16%。 連れ合いに内緒で購入してから約2年半で1万円も値上がり、今はカミングアウトしていますが、あの時清水の舞台から飛び降りてよかったと、そう思います。価格が大きいほど値上げが痛いですね。クールレスQ。購入日2021年6月、1607円。現在2024年4月3日、1961円。値上げ率 22%。急速冷却パックです。大パックで、使用後は冷凍庫で保管。保冷剤としても利用でき便利です。気温が暑くなってくると、品薄になるので、今のうちに、熱中症対策として、備えることをお勧めします。トレッキングポール。購入日2021年3月 2,838 円、現在2024年4月3日 3,580 円、値上げ率 26%。 中高年夫婦の我が家、災害時足腰を守るためにこのトレッキングポールを防災リュックに備えています。転ばぬ先の杖です。2本セットなのでそれぞれ1本ずつ。安全長靴。購入日2021年3月 2,540 円、現在2024年4月3日 3,240 円、値上げ率 27%。 災害時足元を守るための安全長靴です。踏み抜き防止鉄板入りなので、万が一泥水の中に瓦礫が潜んでいても安心して歩くことができます。少し重いのは仕方ないかな。ツーリングテント。購入日2021年11月 11,000 円、現在2024年4月3日 14,250 円、値上げ率 29%。 災害時屋外での使用というより、最強寒波で暖房が使えない場面を想像して自宅で使用する目的で購入。今のところ使わずに済んでいますが、電気代や燃料代、この先も上がり続け、寒冷化も進めば、いつ出番が来ても不思議ではありませんよね。携帯浄水器。購入日2021年12月 2,592 円、現在2024年4月3日 3,380 円、値上げ率 30%。 自宅周辺で水源を探すも、当地では難しい環境ですが、念のために備えています。ラジエントヒーター。購入日2023年9月 5,580 円、現在2024年4月3日 7,680 円、値上げ率 37%。 カセットボンベの節約が目的で、ポータブル電源でも使える電気コンロも備えたいと思い探しましたが、 IH がほとんどで、我が家にある鍋は使えず、それでこちらの鍋を選ばないラジエントヒーターを見つけたのですが、購入して約半年で大幅な値上げに驚きました。火を使わないので安心、フラットなので手入れも簡単で気に入っています。畳めるヘルメット。購入日2021年3月 3,145 円、現在2024年4月3日 5,100 円、値上げ率 62%。 我が家が購入したショップではかなり値上げ。今は同じタイプの折りたたみヘルメットがたくさん出ているので、この価格よりも安く購入できると思います。狭い我が家の置き場所問題を解決してくれました。さて、ざっと振り返りましたが、年々新商品も発売され、中には安くて進化した商品もあるので、気になる商品がありましたらチェックしてみてくださいね。